こんばんは。さん、日傘のタッキーさん、ありがとうございます。ゆじきちさん、ハート。ゆきあきたさん、ハート。すずかさん、ハート、ありがとう。らくらくさん、星花火、ありがとう。フラペチーノさん、金魚、ありがとう。こんばんは。コーラさん、花火、ありがとう。 B 型免許さん、金魚。ホラヨーさん、花火、ありがとう。ナシテツヤさん、星花火、ありがとう。ホラヨーさん、星花火、ありがとう。チンチョウゲさん、花火、ありがとう。イチギフトさん、ユジキチさん、ありがとうございます。こんばんは。ユジキチさん、花火、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。りょうつのぐさん、星花火、ありがとう。ひろつぐさん、金魚、ありがとう。ゆずきさん、金魚、ありがとう。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ごろうさん、花火、ありがとう。皆様、今日は花金でございます。花金だよ、みんな。ウィンディーさん、星花火、ありがとう。はい、花金でございます。皆さん、お気づきのことはございますでしょうか。ゆきあきたさん、花火。スレジュルタンさん、かわいい、ありがとう。さあ、お気づきのことはございますか。え、髪切った？切ってない、切ってない、切ってない。そういうのじゃない。あ、リオツンが可愛いってこと？あ、それもそうですね。それもそうでございますね。セミの抜け殻です。イエーイ。メーナが吠えてる。セミの抜け殻でございます。セミの抜け殻。痩せたって？痩せてないよでも嬉しい。セミの抜け殻でございます。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。スクショ、セミの抜け殻ツンスクショ。モーナが吠えてるモーナー吠えん吠えん、モーナー吠えんよ。見てください。え、めっちゃ可愛い。あ、足が折れてる。え、見て、ほら
ピントが合わない。合う？かわいい。え、あのさ、虫が苦手な人はちょっとね注意ですよ。え、セミの抜け殻さめっちゃかわいい。え、こことかもさすごいさ線があるんですよ。しげさん花火ありがとう。で、こことかもね毛が生えててふさふさしてる。ピントが合わない。かわいい。セミの抜け殻。すごい。かわいい。え、でもさ、リオさ、毛が生えてる生き物がさ好きなんかもしらん。だってさ、毛虫も好きじゃん。で、メーナも好きじゃん。ヨシンさん、花火ありがとう。え、じゃけさ、毛が生えた虫が好きかもしれん。え、でもさ、こんなにさ、鮮明に毛が生えとるのってすごくない？だってさ、抜け殻なのにさ、こんなにさ毛がさちゃんとさ残るってすごいよね。かわいい。ふさふさしとる。え、すごくない？こんなアイドルおる？セミの抜け殻をさ配信でさ紹介するアイドルおるかな。おらん気がする。生きてる本物触ったことある？いや、それはやばいよ。え、リオはセミは無理だもん。セミは無理だけど抜け殻はいけるって感じ。かわいい。でさ、足もさすごいね、立派なんですよ。立派です。わらやさん花火ありがとう。スクショタイム。セミとのツーショット抜け殻。わらやさん星花火ありがとう。でさ、カリカリしてるんですよ。聞いて。え、カリカリしてる。カリカリしてない？聞こえるかな？あ、なんか落ちてきた。カリカリしてる。かわいい。でもさ、こっからさ羽ばたいてさ、でも7日しか生きないのかわいそう。メーナがさめっちゃ気にしてる。なんかこのさ真ん中がね割れてるんですよ。そう、真ん中がこれ割れてて、そうだからここからパカって開けてピューンって出てきて、こっから脱皮していったって思うと、なんかすごい頑張ったんだなってセミの人生について深く考えるきっかけになりました。まあこの抜け殻ちゃんをね持って帰ってきたのはパーナなので、そう、それなのにさ、え、しかもさ、この羽化するまでもう何年もかかるらしいんですよ。なのにその普通のセミ、鳴くセミになるじゃないですか。鳴くセミになってからは7日間しか生きなくて、もうめっちゃかわいそう。不公平だよ。セミも頑張って生きてるのに。
AKB48 の大森真帆さんもセミの抜け殻見つけたら捕まえるって言った。ああそうなんですか。森千五日さん花火ありがとう。かわいいセミちゃん、いいですねセミ。あの生きてるセミ、あのミン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 って鳴いてるセミはもうビオ NG なんで絶対触れないんですけど、近づいてきても NG なんですけど抜け殻は全然いけます。だってさ生きてないしさ抜け殻じゃん、もう全然いけちゃう。そう全然いけちゃいます。それポケモンでしょ、ポケモン、ポケモンにセミっているんですか。エリオさポケモンとか全然知らん。あのアニメとかもあんまり見ないし漫画も見ないし、そういうポケモン系とかもあんまりわからん。てかさなんかさバラエティのさ番組とかでさたまになんか虫を食べるみたいなあるじゃないですか。エリオ無理だと思う、無理無理だと思います。さすがにさすがに食べるよ。え虫を食べる、いやいやいやかわいそうじゃん。じゃあリオがあの虫を食べてくださいみたいに言われたら、いや虫ちゃんがかわいそうだしかわいそうだもんみたいな、足とか触覚が喉に引っかかる、それか飲み込んで後で元に戻そうかな。飲み込んでエビだって虫みたいなもんだよ。いやエビはちゃんとした食材で美味しい食材ですから。ジオさんとシンさん花火ありがとう。てかさちょっとさっきからさ歯が痛いんですよ、スースーする。風に当たったらめっちゃスースーするんだけど、なんでなんでめっちゃスースーする、痛い、歯がスースーする、さっきから。いや全然あのずっととかじゃなくて今さっきから配信始める数分前ぐらいから歯がスースーします。先生に見てもらった？うん、だって今さっきなったもん。今さっきなってさ先生に見てもらってさ配信始めとったらどんだけさタイムスリップしたの。でもねリオね虫歯ないんですよ、生まれて今まで一回もなったことなくて虫歯、すごくない？今まで虫歯一回もなったことないんですよ、すごくない？ラクラクさん花火ありがとう。なんか検診みたいに行くじゃないですか、でもゼロって言われて虫歯今までも。知覚過敏？あリオは下の歯が知覚過敏なんですよ、もともと下の前歯が知覚過敏で多分ね、アイスとか食べる時とか冷たいもの食べる時も前この上の前歯でリオいつも噛むんですけど、これは知覚過敏とかじゃなくてなんかスースーする、なんかしみる。ケンさんありがとうございます。 STU2.5 研究生中学3年生14歳のリオツンこと岡村リオです。素敵になったらハラお願いします。そう B 型免許さん花火、タチテツヤさん星花火ありがとう。リアルリオツン激かわすぎて緊張しました、お見送りの時。あ緊張したの？ドキドキのお見送り、そうしみます。てかさみんなさこれリオ頑張ってさっき書いたんですよ、ね、レツグさんかわいいありがとう。これをさっき書きました。今ショールームキャンペーンやってるじゃないですか、だからそれ対象ギフトの絵とかもちょっと書いてみました。説明しよう。
別名しよう、達成したいからみんな聞いてね。まずはこちらですね。あ、初見さんありがとうございます。エステート 2.5 研究生、中学3年生、14歳の四つ子と岡村理由です。素敵になったらハラお願いします。まずこちら、ショールーム浴衣祭り&大花火大会2023 for AKB48 グループっていうイベントキャンペーンを今やってます。ひろふみさん星花火ありがとう。そう、今ねこういうキャンペーンをやってるんですけど、期間が8月24日木曜日の11時からもう始まってますから、9月3日日曜日の23時59分まで。平塚さん星花火ありがとう。なんですけど、このリオは8時までしか配信ができない、プラス9月3日はあのツアーの広島公演の千秋楽の日なので、多分もう朝配信とかで多分終わりになっちゃうんですよね。なので中学生は8時までしか配信ができないので、マリオも8時までしかできないんですけど、なのでこのキャンペーンは9月2日ぐらいまでには達成したいなって思います。初見さんありがとうございます。視聴者の 2.5 研究生、中学3年生、14歳の四つんこと岡村龍です。素敵になったらハラお願いします。 B 型免許さん花火ありがとう。そうなんですよ。ですで、得点が35万ポイント。この対象ギフトのやつを35万ポイント達成したら、有名ブランドアイスクリーム2週間分がプレゼントされます。ひろつぐさん、たまやありがとう。最終日は最新が最後になっちゃうだと思います。千秋楽だからツアーがあるので、多分朝配信で終わりになると思います。そうなんですよ。最終日が仕事のイベントはやらない方がいい。あ、イベントじゃなくてキャンペーンなので安心してください。キャンペーンです。キャンペーンなのでキャロットさん花火ありがとう。そうですね、有名ブランドってどこなんだろう。エリオもわかんない。有名ブランドのアイス2週間分、でもさ基本1週間分じゃないですか。今回2週間分ってすごくない？ FR さん花火ありがとう。あーねってきたあーねです。はい、で対象ギフトがこちらになります。じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、かわいい。ルンルンさんだるまありがとう。はい、でこちらは説明します。こちら一寸玉の花火でございます。これは無料なんですよ。この黄色の花火は無料なので、チャレンジっていうところから無料でこの黄色い花火が、毎日はもらえないんですけど期間中に5回だけもらえます。この無料の花火は、無料のこの黄色の花火はチャレンジのところから無料で期間中に5回だけもらえるので、ぜひそこからゲットして、ゲッツンしてリオに投げてくれたら嬉しいです。無料です。でこちらは緑の花火は三寸玉の花火です。こちらから、これ以外はもう全部有料になってくるんですけど、三寸玉の花火と、あと一尺玉の赤の花火と、あとこのクマが覗いてる小クマ。タコタンさん花火ありがとう。これなんて読む？のぼるクマ？小クマ？小クマ？なんか掃除始まった、めっちゃ暑い。小クマ？のぼりクマ？なんだろう、のぼりクマ、のぼりクマ4。ひらつぐさん花火ありがとう。のぼりくま四尺玉花火筒と、あとこの花火くまなんかこの絵面白くない？ひらつぐさん星花火ありがとう。とこの金魚と
と星花火とたまやってやつと、あとこれはなんて読む、緑日通り、緑日通り、なんて読みますか。キズナさんとテイクスクリーンさん、花火ありがとう。あ、縁日って読むの、すごっ。純喜さん、星花火、金魚ありがとう。そう、縁日通り。縁日ってお祭りのことなの、すごい、ありがとう教えてくれて。縁日ですね、覚えました。縁日通りのこういうギフト、こちらのギフトたちが対象ギフトになるので、こちらのギフトを35万ポイント達成したら、なんと2週間分の有名ブランドアイスクリームが届くということになります。ゆうきあけてさん、ひらつぐさん、星花火ありがとう。ぜひひらつぐさん、花火もありがとう。ぜひスクショお願いします。アクセントは縁日、あ、縁日。ラクラクさん、星花火ありがとう。アイス食べたい、そう食べたいです。ゴンさん、花火ありがとう。ミオ、アイス食べたい、またみんなと一緒に食べたいです。こちらが対象ギフト。皆さん、スクショできましたか？スクショはできましたでしょうか？こんにちはさん、花火ありがとう。え？1100000万、マツツン、え？テイクソクに1023さん、花火クマタワー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。かわいいクマちゃんがいる、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。テイクソク2023さん、ありがとう。またお礼させてください。すごい、クマちゃんの後ろにさ、花火やってるんだね、かわいい、ありがとうございます。ラブ、こんにちはさん、花火ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ可愛い、いろんなタワーがありますね。え、このさ、縁日通りはタワーなのかな、タワーっぽいけど、なんかフレームみたいな気がする。タワマヤも可愛い、え、全部可愛い。このさ、クマちゃんのぞいてるやつも可愛いよね。虹色さん、花火ありがとう。こちらがキャンペーンになっております。あともう一つありまして、こちらの、あ、その前に無料のこの一寸玉はこの期間中に5回もらえるんですけど、昨日1回目のがもらえて出るはずなので、ぜひぜひチャレンジのところからゲットしてください。もしあったらリオに投げてくれたら嬉しいです。はい、そして次、 AKB48 初代花火職人決定戦があります。こちらもキャンペーンみたいな感じです。これはなんかリコシさんがいろんな、なんか初代何々女王とか輝いてるじゃないですか、かき氷とかだるま女王とかあると思うんですけど、そんな感じの花火バージョンみたいな感じです。で、対象ギフトがこちらの星花火のギフトのみになります。キャロットさん、花火ありがとう。そう、星花火のギフトのみになるんですよ。なので星花火のギフトが一番多かった1位の人が今回の花火職人に輝くということになります。スーカさん、星花火ありがとう。で、特典が
この花火職人になったらアバターが作られたりとか、その人だけのねとか、ショールームトップバナーに期間限定で掲載されたりとか、あと記念ルームメダルをプレゼントされたりとか、いろいろなどなどなどまだあるんですけど、いろんな特典があります。なんかさ、今リコシさんのルームに行ったらさ、みんなさ、かき氷のリコシさんのアバターになってるじゃん。あれの花火バージョンみたいな感じになるらしいです。そうなんですよ。でね、もしねこのアバターが作られたら、なんとそこに岡村リオって書かれるらしい。1位になったらね、まあ難しいかもしれないんですけど、ちょっとでも近づけたらいいなって思うし、目指してみたいので、ぜひぜひ星花火くれたら嬉しいです。こっちもスクショお願いします。キズナさん、星花火ありがとう。ラクラクさん、星花火ありがとう。みんなスクショ OK ですか？ OK でしょうか、皆さん。シュウさんかな、SHU さん、花火ありがとうございます。 OK ありがとうございます。でね、リオはね考えたんですよ。今回花火職人女王じゃないですか。だからこのショールーム配信で花火をしてみたいなと思ってそう、どうやったらできるかな。ほんと歯が痛い。初見さん、ありがとうございます。 S チャット 2.5 研究生、中学3年生14歳のりょうつんこと岡村りえです。素敵になったらフォローお願いします。そう、花火したいんですよね。りょう、家の中で花火したらバンされる。あ、そうなんですか。え、そう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 、家はね難しいよね多分。だってさ、外でやるって言ってもさ、音とかもあるし難しいじゃないですか、バレるじゃん。ですよね。うん、難しいか。そうだから、花火職人だからね、花火やりたいなと思ったんですけど、思いつきで、でママとマーナと話してて、エアーで火をつけるあのキットみたいなの買って、こうやってそれでもいいけど悲しい。STM 以前結構撮って外で花火配信もしたことあったけどな。そうなんですか。リアさんがどこかで花火してるのを録画してそれを上映する。あー、スマホの花火アプリを見せるしたい、花火花火
火はしないけど、その買ってきた花火をこう見せるのはいいんかな。その花火に火をつけるのは NG だけど、火つけずに花火のこのやつを見せるのはいいんですかね。それはいいんだ。初見さん、ありがとうございます。 SJ2.5 研究生、中学3年生、14歳のリオツンこと岡村理恵です。素敵になったらハラお願いします。ミカの研究生コンサート昼行きます。うちを作るなら見つけてね。嬉しい、待ってます。見つけるね絶対。花火だけ見せるので満足できるの？確かに確かに。あ、わかった。花火職人じゃけさ、エリオ花火作ろうかな、工作で。え、どう？玉みたいな作って、パーンって絶対むずいけど。リオ工作趣味だし好きだからやりたい。ケーキのろうそくくらいなら、あーまあね。え、そう、それも思ったんですよ。ケーキに花火ついてるやつあるじゃないですか、パッカーみたいな、フィリアみたいなあるじゃないですか。それもありかなと思ったんですけど、でもさ、工作で作ってみたい。うん、工作できるの？え、どういうこと？火薬危ない。いやいやいや、ま、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、火薬を使わんよ。あの折り紙とかの折り紙とかで作るってことよ。工作でさ、工作でさ、火つけてバーンみたいなできるわけないじゃん、リュウが。面白い。あの画用紙とか折り紙とかで花火っぽいのを作るんよ。あ、ウケる。くす玉作ったことある？ない。あの引っ張ったらパーンってなるやつですよね。みんな本気にしてて面白い。火薬使うには資格がいるよ。見物だから免許かなんかいるんじゃない？使えません。あの花火もどきみたいなの作るっていう意味です。おお、面白い。渦潮一田通り子さん、花火ありがとう。いや、本気でさ、職人目指さんといけんくなるレベルじゃん。17日のオープニングアクトでリオツンを見つけました。3日にあるのが楽しみです。2度目の広島、嬉しい。見つけてくれた、やった、最高。文吾さん、花火ありがとう。リオツンならやりかねないと思った。いやいやいや、なんで、ね、リオが火つけてパーンみたいな、もう火事になる。やばい。確かに、まあやりそうだけど。確かにやりそうじゃけどさ、そんなことはせんかな、リオでもね。やりそうだと思ってねえ、やらんよ。花火のようないろんな色をライトアップまで作れるならかなりいい場合になりそう。あー、え、でもライトアップとかだったらさ、 LED とか買いに行かなきゃいけない。
面白い。LED の花火電球とかあるらしいよ。そうなんですか。よつ花火の免許取らなきゃいけない。なんか宇宙人の顔マークさん、花火ありがとう。花火師に俺はなる。え、なんかどっかで聞いたことあるそれ。え、花火師に俺はなる。あれ、どっかで聞いたことある。なんだっけ。水尾さん、星花火ありがとう。海賊王、あー海賊王だ。でもさ、今年さ、プライベートでさ、浴衣一回も着れてないんですよ。水尾さん花火ありがとう。浴衣さ、あの6月だっけ、6月のさ、リアルお話し会でしか着てないからさ。1回ぐらいは着たいな、今年の夏に。フォローありがとうございます。遅くなったけど山口コインありがとう。ありがとう。そう、浴衣もっと着たい。あとさ、かき氷もしたい。したーい。今からする、やめよう。ねえ、かき氷したい。え、浴衣でさ、浴衣着てさ、かき氷したいんだけど。したーい。え、でも絶対汚すよね。絶対汚すよ、浴衣。そう、配信でかき氷1回しかしたことなくて、あのリオツン3デイズの時の。今年度最高にリオツンツンを更新中。いいですね。かき氷は何味が好き？いちごかな、やっぱり。でもなんかブルーハワイとかも、え、でも基本かき氷を食べますってなった時はいちごを選ぶんですよ、リオ。そう、あと浴衣も見たい。そう、さっき言ったけどね、浴衣も着たい。今日の髪型は自分でしたの？いえ、マーナがしてくれた。マーナちゃん、マーナちゃん、なんかピヨンって出た。てかさ、今年さ、コメダのさ、かき氷もまだ一回も食べてないんですよ。食べたい、コメダのかき氷食べたい。食べたい。え、コメダさ、いろん、あの年によってさ、新しいの作り上げてくださるんですよ。コメダさん、コメダさんは年によっていろんな新しい味のかき氷を作り上げてくださるので。食べたい。でもね、コメダさんのかき氷はね、小でもでっかいんですよ。ミニか、ミニでもでっかくて、もう普通だったらもう普通サイズはどんなですかみたいな。いつもミニ頼んでるから、普通サイズ見たことないんですけど、あんまり見たことないっていうか、あんま食べないんですけど、普通サイズがどんぐらい大きいのか気になっちゃうし。でもなんか今年のコメダさんのかき氷は、風呂なんかコーヒー、コーラフロートみたいなだった気がする。コーラフロートとジャスミンマンゴーみたいなだったっけな、どうだったっけ、ジャスミンマンゴーみたいな感じだった気がする。
食べたくなってきた。確かに今日いちご来てる。マンゴージャスミンティー、おお合ってた。ひらつぐさん星花火ありがとう。ゆきあきたさん金魚ありがとう。公園でポニーテール全部顔にかかってておもろかった。ああ大好きな人もそう、みんな見てくれましたか。てかさ、みんなさセミの存在忘れてる。かわいそう、セミがかわいそうじゃん。定期的に見せてあげよう。セミだよ、セミつんだよ、頑張ったんだよ私。何年もかかったけど7日しか生きれないんだよ。コベダの何が美味しかった今まで。え、なんかさ、アロエも美味しかったんだよね。アロエも好きだったし、普通のイチゴも完璧に美味しいし、あと何食べたっけ、なんかもう一つぐらいあった気がする。去年期間限定みたいな。あれ、そうアロエはねあったんです。あともう一個なんかあった気がするな。今度食べてメールで写真見せてね。え、なんかさリオさ、いつもさ食べ物のことをメールで送るとき躊躇してしまうんですよ。みんな食べ物のことを見たくないかなと思って、聞きたくないんじゃないかなと思って、すごいなんか躊躇してしまうんですよね。みんな嬉しくないかなと思って、なんか食べ物の写真いらんしみたいなならんかなって、いつも不安になりながらちょこちょこ送るんですけど。それならなんか自撮りとかがいいのかなって思って。ヤスさん星花火ありがとう。久しぶりにオカリオの顔を見たよ。え、久しぶりにオカリオって呼ばれた。最近さ、先輩、前はね、入った時ぐらいはあかりんさんとかね、千穂さんはオカリオって呼んでくださったんですよね。呼んでたんですけど、最近はもう先輩も後輩もみんなリオツンって言ってる。あのプロフィールからオカリをなくしたからね。コメダは白のワール、あー食べたい。え、でもコメダさんってさ全体的にさ大きくないですか。めっちゃボリューミーだよね。さすがです。あ、見たい？嫌いじゃない？食べ物のメール。あ、よかった。え、じゃあもう送れない、躊躇せずに。あ、食べてるリョウツンが見たい。あー確かに。でもあれじゃろ、みんな食べ物の写真だけよりかは食べ物とリオが写ってる写真が嬉しいとかある？ありそう。盆休みには実家に帰りましたか？帰ってないんですよ。いやでもここが実家なんですけど。あ、おばあちゃん家とかは帰れてないんですよね。帰りたかったんですけど。待って、リオの実家ってここですよね。待って、ここの家誰の家ここ。いやーな、ここリオの実家だよ。実家だよリオ。なうリオの実家なう。トンちゃんさん花火ありがとう。
なんかさ、リオはさ、実家って言葉を使うことがないんですよ。サンキちゃんとかがこう他の県から来て実家みたいなことを使うのは全然いいんですけど、リオずっと実家だからさ、実家っていうよりか、え、なんか、いや、家だから、実家、自宅自宅自宅ずっと自宅まだ実家とは呼んでないです。ひろつぐさん、ハートありがとう。今もおかりよって呼ばれると嬉しいの？え、リオ、嬉しくないですよ、おかりよって呼ばれるの。ねたろうさん、星花火ありがとう。オカリオって可愛くないじゃん。うわ、リオあんまり好きじゃないんですよね。それならリオツの方が可愛い。むしろ食べ物メールしか来ないメンバーが リオを添えてね。食べ物にリオを添える。リオに食べ物を添えるじゃなくて、食べ物にリオを添えるその服、北沢いちごがいっぱい。そうだよ、ゴッティがいっぱいだよてかさ、昨日ねレッスンでさ、先生がね、前もあのいちごのことをリンゴちゃんって呼んだんですけど、昨日もあのリンゴちゃんさみたいな、リンゴさみたいな言って間違えてで、みんなで爆笑して、え、リンゴって誰みたいな。面白かった。リオ最近アクスタ使ってない。え、つか見て見て、昨日ね、いろんなグッズが届いたんですよ。他にもまだまだあるんですけど、今テーブルにあったアクスタがいっぱい届いてる。かわいい、ビジュがいい。これもビジュがいい。ダンスの先生天然なの？どうなんだろう天然ではないんじゃない？普通に間違えてリンゴちゃんってえ、そう、リオ最近さ、アクスタ使う時があんまなくて、ずっとね、ずっとあのバッグの中には入れてるんですけど、このリオかわいい。うちはリオツーン、リオツーン ちょうどさ、これさ、髪の毛切ったばっかりの時だもんね。すごい、なんか幼くない？幼くない？なんか幼い。裏が確かに STU48 かわいい、いいですね。あとね、今日届いたのもあって、え、開封してみよう。開封します。今も十分幼い？え、リオ幼いですか？あ、昨日か、昨日届いたんだった。これリオ見た時びっくりしたもん。え、こんなグッズあるの？みたいな。いきますよ皆さん、準備は、心の準備はいい？みたいな、すごーい、アーシャです。アーシャリオツン、キャンパスみたい、すごい、すごい。これ絵描けるん？これあの絵描くとき用みたいな、後ろとかも
絵描くやつみたい、すごい。こんにちは、なんかこんにちはこんにちはこんにちは。ちょっとみんなも挨拶しないと。リオツン先輩いるよ、リオツン先輩いるからみんなも挨拶しないと。こんにちはキャンバスボード。みんなリオツン先輩挨拶しないと、リオツン先輩怒っちゃうからなんかさ、去年のさ初のアーシャの時買えなかったんですよ。だから今度はすぐ注文してゲッツンしました。それは玄関に飾るの？なんかさ亡くなった人みたいじゃんリオがさ亡くなったらこれを飾ってもらおうかなこれ飾ってもらおう。すごい似てるね、リオたちえ、似てるくない？え、リオたち似てる。え、どう？みんな似てる？え、似てるくない？え、ちょ、真似してみるわ。え、似てる。え、そっくりでしょ。え、そう、角度もちょっと斜め。似てるわ、双子。確かに双子じゃん。リオに双子ができました双子ちゃんできた。受験さんありがとうございます。視聴者と 2.5 研究生、中学3年生、14歳の4つんこと岡村龍です。素敵なタルハラお願いします。どっちが本物のリオツン？こっちかもしれないね。リオツン偽物かも。今配信してるリオツンも偽物かもしれません。てかさ、これ注文してくれた人っておるんかな。右の子をします。そう、てかもう35分だ。48グループで一番可愛い。え、この子が、このアーシャのパネルちゃんが待って、明日さ あるじゃないですか小室圭さん花火ありがとう。ガルシューシャニーさん花火ありがとう。こちらがあります。明日第5回 AKB48 グループ歌唱力ナンバー決定戦ファイナリストライブ舞台裏付き完全版が放送されるんですけど、リオさ明日お仕事あって見れなくて、そう録画するんですけどね、録画して後で見るんですけど、リアタイできると思ってたらお仕事入ったので、できなくて。そうで、明日土曜日の、明日土曜日です。明日の土曜日に放送されます。 TBS チャンネル1で見れるのでぜひぜひご覧ください。時間は午後6時から午後9時の放送になります。なのでぜひ見てください。え、しかもさ、リオさ初めてのファイナリストライブじゃん。でしかもさ、今回さ放送がなかったじゃないですか、生放送みたいな。だから多分見れてない人もほぼほぼだと思うし、あの最高のライブを絶対みんなに見てほしいので、皆さん見てください。あんなリオもこんなリオも見れるよ。そうですよ、あんなリオもこんなリオも見れます。え、しかもさ、その当日はリオがステージに立ってたから、その
他の先輩方の姿とかあんまり見れなくて、だからその今回の放送で他の先輩方の歌とかもそのじっくり聴けるからさ、それもすごい楽しみだな。そう、映像で見れるのが楽しみです。で、自分もどんな風に映っていったのか気になるし、ワクワクです。ワクワクでね、あのステージ上だけのだけじゃなくて舞台裏のなんかインタビューとかみたいなあると思うので、え、リオさ変なこと言ってないかな。え、だってリオさ緊張して変なこと言ってないっけね。やばいかも変なこと言ってるかもしれません。あ、でも竹中さんがカットしてくれてるはずです竹中さんに竹中さん、そうですね、始まりの歌が楽しみ。え、そう、聞いてほしい。始まりの歌がいつまでもこの胸なり響くよ。何言ったか覚えてない？うん、全然覚えてない。え、一個も覚えてないよりよ。覚えてない。え、でも緊張するとか言ってた気がする。え、本当に何も覚えてないよりよ。記憶がない、記憶がないよ。怪談話を100回することを百物語と言います。終わると怪奇現象が起こる。やめてよ。え、そうだからさ、あのファイナルストライブこの放送が終わった後にあの振り返り配信しますって前言ったじゃないですか。でもね、振り返り配信できる時間が多分あんまりなくて、だからあの広島公演、9月3日のツアーの広島公演が終わってからぐらいになると思うんですけど、よろしくお願いします。多分ね結構後になっちゃうんですけど、でもねしっかり振り返り配信時間取ってしたいので、ツアーの広島千秋楽が終わってからぐらいになると思います。振り返り配信はファイナリストライブの、よろしくお願いいたします。そしてですね、こちらST48 のクラコンに出演します。橋哲也さん、星花火ありがとう。こちら8月29日火曜日に放送されます。時間は深夜0時25分からです。リオ初登場です。はい、でテレビ新広島はっちゃんで見れます。ぜひぜひ初登場の ST48 のクラコン見てください。あの広島の方は全然テレビで見れるんですけど、広島以外の方はね TVer とかで、ぜひぜひ見てください。あのモアメでさ、クラコンのことを話したじゃないですか。その時にさ、なんか何々見れるよみたいな伝えたじゃん。あれさ、伝えたの間違ったって、あの2週間無料2週間無料でした。 TVer リオ会は絶対見るしか、もう神回間違いなし。そうですよ、リオが出てるだけで神回です神回だし、リオも体張ったので、しかも初登場だし、次いつ出るか分かんないので、皆さん必ず見てください。そう、 TVer ね1週間ってリオ書いてたんですけど、 TVer2 週間無料で見れるので、リオさんハートありがとうです。そして9月10日のアイドルスターボリューム1に出演します。9月10日日曜日、場所は KT ゼップ横浜です。セミさん、星花火ありがとう。はい、こちら ST40 の出番、あ、大手が出ました。なんとこちら2.5期4人と3期生ちゃんたちで出るんですけど、なんと
STU が鳥を飾らせてもらいますで19時5分から19時半の出番になりますので、 STU はぜひぜひぜひこちら来てください。待ってます。待ってるよ。あとはファンミュージックフェスハッシュタグ O2 があります。9月18日月曜日祝日、場所は EX シアター六本木です。時間はオープン14時15分、スタートが15時で、 ST40 の出番は19時45分から20時15分です。ぜひこちらもぜひ会いに来てください。六本木ぜひぜひ来てくれたら嬉しいです。これは本物ですか？リカシさん？リカシさん？え？本物ですか？待って待って、スクショ。リカシさん！ありがとうございます！リオツの配信来てくれてありがとうねって。嬉しい！ありがとうございます！今度一緒にかき氷作りたいです。リオ雪帽子好きなので、一緒に雪帽子も行きたいです。でも本当にリコシさんにはいつも助けられてて、もうすっごいもう周りをすごい見てらっしゃって、めっちゃ声をかけてくださったりとか、もう本当にお優しくて、もういつもありがとうございます。リコチさん、これからも仲良くしてください。ありがとうございます。イベントを応援してます。頑張ってください。イベントも明日で終わりですよね。応援してます。またカウントとかしに行くので応援してます。嬉しい。告知偉いファングフェス一緒だから楽しい。あー嬉しい。頑張ろうね、可愛いって。ありがとうございます。スクショ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。リコシさん見てください、セミですセミの抜け殻ですウケる。はい、リコシさん見てくださいセミの抜け殻です。ウケるすいませんありがとうございます。嬉しい。かき氷作ろう、雪帽子1個何個でも食べよう。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ニヤニヤいい子だ、今度撫でさせて。ありがとうございます。嬉しい、たくさんコメントありがとうございます。セミアクセサリーにしてる子初めて見た。もうたくさんコメントありがとうございます。嬉しいセミですあ、自分はセミ嫌いなんですけど、抜け殻はいけるのでよろしくお願いしますありがとうございます。リコシさんありがとうございます。たくさんコメント。来年セミの抜け殻見つけたらリコシさんにプレゼントしますあ、いらないかもしれないんですけど、またプレゼントしますありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。やった。マイカメシェブさん花火ありがとう。マイカメシェブさん星花火もありがとう。金魚もありがとう。ケンさんありがとうございます。 SZ2.5 研究生、中学3年生、14歳のリオツこと岡村龍です。素敵になったらハローお願いします。マイカメシェブさんレンボスターありがとう。マイカメシェブさん花火もありがとう。カーマヤもありがとう。花火もありがとう。ルイアさん金魚ありがとう。砂原くんさん花火ありがとう。
嬉しい。はい、なのでぜひお待ちしております。そしてこちらもございます。滋賀アイドルコレクション2023に出演します。11月25日土曜日、会場は白井シアターの週違う、安です。時間は12時開場、12時50開演です。でこちら押しバルーンと登り旗でリオへのメッセージを送れるので、登り旗は嬉しいことに完売したんですけど、押しバルーンがまだ残っていると思うので、ぜひぜひリオにくれたら嬉しいです。で先着順で10個限定なので1人3個までとなってます。で10月1日23時59分までなんですけど、先着順なので皆さんお早めによろしくお願いします。こっちも、あ、これもみんな来てくれたら嬉しいです。そして研究生夏の瀬戸内ツアー2023千秋楽広島公演が来週あります。え、来週、え、もう来週じゃん。来週、はい、9月3日日曜日、会場は広島県民文化センター多目的ホールです。時間は一部12時半会場、13時半開演、2部が16時半会場、17時半開演です。なんと嬉しいことにソールドアウトしました。イエーイ、ソールドアウト、嬉しい、ありがとうございます。なのでぜひ皆さん千秋楽会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。それでは55分までスクショタイムします。楽しみにしてますって、嬉しい、1部2部いきます。おー、ありがとうございます。広島2部ありがとう、両部嬉しい、ありがとうございます。9月にスタジオ公演も、あ、そうなんですよ、ちょっとねまだかけてないんですけど、スタジオ公演もあります。振り替え延期になった公演もあるので、ぜひチェックお願いします。また調べて書いておきます。スクショタイムするのでリクエストのポーズがあればコメント欄でよろしくお願いします。振り返り19日、 ありがとうございます。19日にあります。セミ見に来ました。 ありがとうございます。ご覧ください、リオのセミ。ご覧ください、ありがとう。何、今マーナがねお茶を持ってきてくれたんですよ、コップに入れて。そしたらコップの中の縁が超汚くて、で何だっけ、食器洗いはパーナ担当なんですよね。もうパーナがちゃんとしない、あ、やばい、めっちゃしみる、歯が。花火職人ポーズ、ミンミンポーズ、ミンミン。エリオつくつく帽子好き、つくつく帽子、つくつく帽子。滋賀のポーズってむずいね。
からん。抜け殻から出てきたリオツ。リオツんだよ。全力ドンバですさん、花火ありがとう。小さい子は自分を名前で話す。そう、リオリオずっとリオって言ってるよね。え、でも小学2年生の時とかは私って言ってたんですよ、なぜか。あのずっと小2だけ、あの小1、それより前も小3からもずっとリオなんですけど、なぜか小2だけ私って言ってたで、なんでなんだろう。小2だけ私って言ってた。リコシさんイベント頑張って、頑張ってください。そう、食器洗いパーナがサボった。かき氷嬉しい、嬉しい。セクシーポーズ。リオ買ってポーズ。スタジオポーズ。アーシャポーズ。また雪帽子でご馳走するポーズ。セミのドアップ。ウケる。今日の全身はこちら、いちごのブラウスです。かわいい。これはね、前ね、あのココハと遊びに行った時のトップス。下は普通の黒のプリーツスカートです。試験さんありがとうございます。イエーイ。メルさん花火ありがとう。ディノッツさんレインボスターありがとう。ラクラクさん星花火ありがとう。ちょっとセミツンエスカレーターを行いたいと思います。セミツンエスカレーター、よし。ちょっとあ、こっちからやってみよう。いきますね、セミツンエスカレーター。遅かった。ちょ、もうちょっと早くくれ。みーみーみー。え、抜けない。え、どうどうどう。セミツアエスカレーター。え、今日スムーズでいい感じ。え、嬉しい。なんで睨んでるんですか。睨んでないです。みんなを見てるんです。待って、もう55分。男女見ます。13位、小さな声のメロディーさんありがとうございます。12位、ディノットさんありがとうございます。11位、鈴鹿さんありがとうございます。10位、ひかさのたっきさんありがとうございます。9位、ゆきあきたさんありがとうございます。8位、ゆきあきたさん、あれ、あ、変わったのか。13位、奥さんありがとうございます。12位、りおさんありがとうございます。11位、
リノートさんありがとうございます。十一日傘のタッキーさんありがとうございます。九位鈴鹿さんありがとうございます。八位ゆうきあきたさんありがとうございます。七位すいびさんありがとうございます。六位うずしおさんありがとうございます。五位ひらつぐさんありがとうございます。四位はライオンさんありがとうございます。三位ゆずきじさんありがとうございます。二位マイケメスティーブさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 ドゥン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 バン、テイクソク2023さんありがとうございます。パッパパーン、ありがとうクマ、ありがとうございます。タワーも嬉しい。皆さん花金お疲れ様でした。いちごかわいい、嬉しい。1位テイクソク2023さんありがとうございます。4939名の方見に来てくださってありがとうございます。ちょっとインクが薄いけど、はい、皆さん明日ファイナリストライブの放送ぜひ見てください。あのリアタイできない方は録画をして、あのぜひ見てほしいです。みんなに午後6時から TBS チャンネル1で放送されるので、明日ぜひお忘れないようにご覧ください。誠3104さん花火ありがとう。明日は朝、明日のお仕事のスケジュールがまだ来てないから分かんないんですけど、おそらく朝になると思います。多分まだ分かんないんですよ、全然何も来てなくて。なので多分朝だと思うんですけど、もし変わっちゃったらごめんなさい。それではバイツー、セミでした。バイバイ。よし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 、バイバイ。バイツーン、バイツーン、セミツーン、バイツーン、セミツーン、バイツーン、セミツーン。